今日はですね、まあ、あるようにこの間聖なる望みっていうことで話をしましたよね。でイグナチオにとって望みってとっても大事でしたっていうこと、それから霊想というものも必ず自分の望むこと、それを明確にするっていうことが大事にされたっていう、そういう話をしたんですね。でそれを今私たちにもちょっと応用しなきゃちょっといけないなと思ってるんですけど、私たちにとっての望み、この間年末に私は高校の時の親友にちょっと会ったんですね。なぜ会ったかっていうと、奥さんが亡くなったからです。彼のね、60ぐらいだったかな、脳腫瘍で亡くなって、でまあ彼の心を慰めようと思って、まあ会ってご飯食べていろいろ話をして、で私彼に聞いたんです。お前なんで結婚したんやとかって聞いたね。そしたらね、なんで結婚した、お見合いだったんですけど、ただね、なんで結婚したかっていう問いには答えなかったんですけど、彼は結婚してから、あとその奥さんに言われたって、わがままは美徳よって言われたんだって。わがままは美徳よ。でなんでかっていうと、彼女が言うには、あなたはこの農家の長男として生まれ、まあ広島のある田舎のね、地主の子なんですけど、お父さんも校長先生やってたし、でお母さんはもうもちろんその地元の人だし、でね、家も大きいし、畑も田んぼもあるし、でね、その彼女が言うには、あなたは農家のこの大きな地主の長男として生まれてきて、いつもお父さんやお母さんのこと気にして生きてきたでしょ、自分が好きなことっていうのをしてきたことないでしょって言われたっていうんです。でもね、わがままは美徳よって、自分がしたいと思うことはしなきゃダメって言われたんだって、奥さんに。でそれから彼は自分が本当にしたいことは何だろうっていうふうに、まあいろいろ考えて、前々から外国に住んでいる日本人の子どもたちの学校行って、先生やりたかった。まあ彼は教師だったし、そしてその広島の北の方の田舎の校長もずっとやってた人なんですけど、そういったところでね、教員やりたいっていうものを、まあ、前からちょっと思ってたらしいんですけど、もう彼女にそう言われて、自分のやりたいことはやらないかんと言って意を決してね、そういうその日本人学校をそこ行ってね、働くようになって、香港の日本人学校に行ったんですね。でそこで、子供もできてね、というような、でそういう話をしてくれ。で私はね、おお、なるほどね、わがままは美徳よって言った彼女のその言葉、こう面白いなと思った。で決してね、その自分が好き勝手にするとかっていうような意味ではなくて、あなたが本当にしたいこと、これをするっていうのは大事なことでしょという意味が込められていたんだろうなと私は思ったんですけど、ああそうかとかって、まあ、彼としばらく話をしたんですが、私たちが本当に心から望むこと、そしてその望みが神からのもの、そしてまた聖なる望みっていうもの、そういったものを私は知りたいわけですよね。まあ、そういった意味で私はこの今日の私たちの時代で少し考えてみなきゃいけないなと思ってるんですけど、これはね、私がよく生徒やら学生やらに必ず話をすることなんですけど、最近ちょっと私はこの人生における3つの問いっていうのが、私はそう思ってたんだけど、どうもそうじゃないっていうような若者がいるみたい。で私はいつもね、これもう中学生にも高校生にも大学生にも話すんですけど、人生における3つの問いってのがあって、一つは一生の仕事として何を選ぶか、これは大きな問いだぞとかって言うわけですよ。自分がこれから進路を考える上でもとっても大事なことで、だいたい今の若い者は自分の本当に一生の仕事、そしてその仕事を通して自分が何になっていくかっていう問いがないとかってよく言ったんですね。
それで何を選ぶ、これは大事な問いだ。2番目、誰と結婚するか、あるいはしないか、これも大きな問いだ。で、具体的なこの人と結婚するかどうかっていうのを考えなきゃいけないんだ。で、なんとなく結婚するかしないかっていう問いじゃない。この人と結婚するか、あるいはもう私は結婚という選択がありませんというような生き方をするか、これは大きな問いだ。そして3つ目は、自分の一生を通して本当に希望のうちに死ねるかっていうね、この3つの問いしかない。あといろんな悩みとかなんとか、一日寝たらもう終わってしまうとかって言って、私はずっと話をしたんですね。ところがどうもね、最近一番の問いって成り立たないみたい。それはね、もうね、どんどん転職する、そして転職して自分の能力が活かせて、そして給料が良くて条件が良かったら、もうそこへどん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 転職していくっていうね、そういう生き方をするのが今の若い人たちには普通だっていう時に、これを一つ自分の一生の仕事としてやるなんていうのはもうありえないみたいおーそうだとか、そうかと。それからね、結婚するかしないかっていうのもね、もう結婚という制度にとらわれない、もう事実婚だとか一緒に生活してますとか、そういうのももうあるんでしょ。だからね、私のこの3、そして3番目、希望のうちに死ねるかなんてね、わからん。もうみんなボケてしまって、わけわからないなんて、自分が希望のうちに死ねるかどうかなんて、こんなもん決められるかとかっていうね、そんな状況になってるっていうと、私のこの3つの問いはもうありえないっていうことになんかなっていくなと思って、どうしようかと思ってるんですけど、ただね、こういう問いをまだね、まだその若い人たちは結構まともに受け取ることもあって、うん、でね、中にはね、やっぱ自分の一生の仕事何するか考えないかんやなとかってね、いうようなこともあるみたいね。それから誰と結婚するかっていうね、これもやっぱあるし、ある時卒業生にね会って、広島駅でばったり会って、それで、ああ先生とか言って、お久しぶり。そしたら彼は私の顔を見るなり、何を言ったかって言ったら、先生、第一の問いは僕は解決つきましたとかっていう、もう就職決まりました、そしてこれを僕の一緒の仕事としますというわけですね。おお、そりゃええこっちゃとか、なんか米州銀行に入って、第三世界のそういったところの経済とか、あるいは貧しさとかっていうものと取り組んでいくために、この米州銀行を選びましたとかっていうから、おお立派な志だとか言って、先生僕今第二の問いに直面しておりますとかって言われて、おそうかとか、もう私の授業をちゃんと聞いた生徒は、先生丸一の問い解決、今第二ですって、ね、でそのうち今三二とかって言うかどうか知りませんけど、やっぱそういう子もいるんだなとかって思いながら、で彼が第二の問いに直面して、まあ、今結婚したかどうか知りません、まあ、なんか噂によると結婚したらしいんですけど、まあとにかく、それでね、ただね、私たちがやっぱり言えるのは、自分の人生の中でやっぱりいつ何をどのように選んだかっていうことはあるわけですよ。もう日本のその受験という制度がある限り、どの学校を選ぶかとか、どの学部を選ぶかとか、それは自分の将来ともやっぱりつながっている選択になるわけでしょ。まあそうでもないという人いっぱいいるんですけどね、まあ行って大学行ったら考えるとかね、もうほとんど考えないね、大学行ってもね、あとは就職するところを受け入れてくれるかどうかというようなこと。だけどやっぱりそれなりに考えるわけで、結婚という選択、それから職業という選択、学校を選ぶ、そういったのは私たち経験があるので、それは一体どこからそういったものを選び取ってきたのかっていうのは、あなたの望みっていうものがどれほど関わっていましたかねっていうのと、やっぱり、関わりがあるんじゃないかと私は思います。それでこの
人の女子高生の歌をそこで紹介してますが、模擬試験第6志望まで書いて私が私じゃなくなっていくっていう歌をね歌った子がいます。高校3年生の時の歌ですね。でも確かに、この受験する時に自分の志望校を6つ書いてったら、一体私は何を望んでるんだろう、本当に私の望みは何っていう、そういった問いって生まれてくるし、自分が自分じゃなくなっていくっていう感覚も分かりますよね。まあ、私は自分自身で振り返った時、私は選択肢がなかったので、もう自分の好きなことを勉強して、そしてその好きな教科の先生になるっていうことをもう高校の時から決めてたんで、世界史が大好きで、とにかく歴史の先生になりたいっていう、しかもカトリックの大学を受けるっていう、このことしか考えてなかった。そして高校の先生になったら野球を教えるっていうのが私の望みだったので、もう非常に単純でしたね、うん、そしてもう自分の成績がその理科系 理数系の成績がもう全く箸にも棒にもかからないので、もう私立文系っていうのはもう高校の時から決まってたし、あとは親を悩ませただけですね。どうやってその大学行かせるお金を親が工面してくれるか。でまあ、よう頑張ってくれましたよ、特に母はね、考えてみると。まあ、とにかくそれで、大学に進んだんですけど、まあ、どっかで、まあ、その方向性は一緒なんです。その方向性は一緒で、なぜかイエズス会に入って、イエズス会入っても、中高でずっと働いてきて、今日に至るっていうことですので、まあ、私にとってはそうだったんですね。そして私は結婚しないっていう決断をしたっていうことですよね。そして希望のうちにあと死ねるかどうかを考えない。しかしもう最近年取った私たちの先輩を見ていくと、ああみんなこうなるんか、もうね誰が誰か分かんなくなるし、自分が自分であることも分かんなくなってくるわけでしょ。この間ルーラハウスっていうね、うちの神父さんたち、年老いた神父さんたちが行くところにちょっと見舞いに行ったんですけど、私のそばにある神父さんが座ってね、いやー、リーさんと言ってくれるんですよ。私がリーであることが分かる。しかし、1分間の間に3回、今どこにいる？ SJ ハウスです。今どこにいる？ 1分間に3回聞かれた。もうね、そこでもうなんていうか、言ってこの会話が成立するわけじゃないね。その会話の内容が頭の中入ってないわけだから。もうそういう人たち、そういう神父さんたちを見るにつけ、やっぱりそういうふうな道を歩むんだなと思うと、希望のうちに死ねるかどうかなんておっしゃ分からんわ、とかってやっぱ思いましたよね。なんかね。まあ、しょうがないね。まあ、とにかく、ただ、自分の望みっていうのをね、やっぱりしっかり持っとかなきゃいけないよね。っていうことを、まあ、私は言いたいわけです。で、まあ、もう一人、must, should, need の圧に萎縮する私が好きな助動詞は may っていうね、かもしれないねとか、何々してもいいっていうね、そういう、まあ、この、助動詞が好きだっていう、何かをしなければならない、何かをすべきだとか、何かする必要があるっていうのに迫られるんじゃない、何かしていい、これしていいっていうね、かもしれないよね。その中で自分がこう選択できる、そういったものがやっぱり求めているっていうのは確かにあるんだろうなと思います。それからもう一つ、この家も親も体も顔も才能も何一つ選ぶことができない私たち、誰もがそんな、なんて書いてある？選べなかった自分の大変さを背負って生きているよっていうのも確かにそうなんですね。もう私たち別に何かをこう選んだわけじゃない。だから去年あたりから流行ってる親ガチャ？あんまりいい言葉だとは思いませんけど、でも私たち本当に何て言うか、選んだこともないようなものをやっぱ背負って生きてるわけですよ。背負っていうか、このそれを身につけて身に帯びて生きてるわけですよ。でそこから自分をどうしていくのかっていうのは、これ私の問いなのであって、全部親のせいに、親ガチャで俺はもうだからだ、もう何やってもダメなんだっていうようなのは人としての生き方じゃないと思う。そういう大変さ背負って生きながら自分どうしていくっていう、そういった問いかけってあるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、これこんなあるし、それからこれね、大学生に授業で話すとすごく敏感に反応するね。就職試験って似合わない格好でも生きていけますかって問われているんだなって。みんながリクルートスーツ着て就活する活動を姿を見ていくと、この人たち一体何を望んでこれから生きていくんだろうね。だけど多分皆さんは就職活動したことのある人は分かるですよね。だけどこの方は、この三浦淳さんっていうのは、就職試験って似合わない格好でも生きていけるかって問われている、そんな気がする。で、彼女はそういう就活をやめたって言ってましたけどね、デザイナーだったかなんだったか、そういう、あ、イラストレーターか、そういった仕事を彼女はしてるそうですけど、まあこれもで、大学生の3年生4年生なんかに、こういう話をするとなんかすごく響くらしい。私本当にそんな生き方してていいんだろうかとか、こんな就活でいいんだろうかとかって思うんだって。まあ、そういったこともあり得るかな。それでこれをね、一つ私は皆さんがこれから何かを選ぶ、望むっていう時の参考にしたらいいと思うんですけど、これはまあ私がずっと長年道徳性の発達理論として勉強してきたことなんですけど、このコールバーグっていう人は何かを行う動機、何かをする動機っていうのには発達段階があるっていうふうに言ってるんですね。それで、子どもの頃からだんだんとその何を動機としてこれを選ぶか、これをするかっていうことには発達段階があるって言ってるんです。で、最初子どもの頃は褒美が与えられるか、あるいは罰が与えられるかっていうところで物事をなんかする。まあ確かにそうね、これやったらおやつあげるとかね、これやったら怒られるとかね、叱られるとかね、そういったのは動機としてあるんです、子どもたちの中には。そして損か得かっていうのももちろんあるね。これやるのは損か、これとやるのは得か、これ我々今でもそうでしょ、子供だけじゃないね。今でも損か得かでやっぱり考える。それから良い子、悪い子思考っていうのがあって、いい子に見られたい。逆に悪い子ぶるっていうのもあるわけですよ。注目を浴びるためにね。そういういい子、悪い子っていう、そういった動機。それからもう少しこう発達していくと、これは規則で、をやらなきゃいけないことです。これ法律で定められていますというのも、これも動機なんですよ。車運転してるときにやっぱり道路交通法っていうのがあるからこれをしないとかね、道路交通法だけれども、警察見てないからやるとかね、これもあるわけですよ。捕まらないようにとか、法律に違反しないようにとか、そういった動機って私たちの生活の中にはたくさんあります。それからもう一つ段階上がると、これは約束ですよ。あるいは契約ですよ。契約したことは守らなきゃいけません。というね、そういったこと。しかもね、この約束だとか契約だとかっていうのを破ると、実はその人が疑われるんですね。人格攻撃が始まるんですよ。マインドコントロールの一つのやり方は約束を守らせる、あるいは約束を結ばせるっていうのがあるんです。約束させる、約束させて、それを守らなかったらその人を人格的に攻撃します。あなたは約束も守れない人間ですか、あなたの親は約束を守らないでいいと育てたんですか、あなたはそういう教育を受けたんですかと言って攻撃してくるんです。そんなものとかって言えるような力がないと、これを非常に私たちに響くんです。約束やら契約やらっていうのはね、契約違反だというふうに言われたら。で、それがやっぱり動機になっていくっていうことはあるし、いろいろ私は借金のドラマを見るのが好きでね大阪のね、金融のね、いろんなドラマがあるんですけど、必ず契約して、その契約が守られなくて、そしてそれに
同意したっていうか、なんていうんですか、保証人になって、それでもって財産持っていかれるとかって話いっぱいあるじゃないですか。あれはやっぱ契約なんですよ。で、契約履行しないと社会的にやっていけないっていう話にもなるからね。まあ、そういった約束契約でね、私たちの大体の動機って 1,2,3,4,5 だって言われるんです。で、彼はもう一個、普遍的な価値っていうものに動かされるっていうことを言うんですよ。正義、平和、愛、命の尊厳というね、公平さとかね、今だったら SDGs なんかすごく参考になるんですけど、地球環境とかね、普遍的な価値、誰もが求める価値というふうにな意味です。普遍的な価値っていうのはね。で、それは褒美、損得、良い子、規則、契約、これ超えるんですよ。普遍的な価値というものを実現しようとすれば、これは法律超えるんです。私たち時々今の日本の政治の中でも、法治国家ですから、法治主義っていうものに基づいて法が支配するっていうことをものすごく前面に出すでしょ。ものすごく出すね。今の岸田さんなんかもそうですし、岸田さん取り巻いてる人たちみんなそうです。法に基づいてとかね。普遍的価値っていうものを実現しようとすると法を超えるんです。キング牧師っていうのがよく引き合いに出されますが、あの時アメリカにはそういう黒人を差別する、そういった法律ってあったわけでしょ。で、公民権というものはなかったわけでしょ。だけど彼はその普遍的な価値のゆえに、それを変えていくっていう運動をしていったわけでしょ。だから公民権っていうものがこの黒人にも与えられるっていうね、普遍的な価値ってそうなんです。ボルタさんっていうね、グレタ、女の子だって、この間ドイツでなんか、あの子も自然環境でそれを実現したいから行ってやるわけでしょ。それでドイツの方はこれ法律に違反してるからって捕まえるわけじゃん。ね、グレタさんだったっけ、あの彼女もやっぱりそうだし、ま、ユフス財産もそうよ。イスラムに対して、イスラムの法というものに縛られたら女子の教育できませんからって言ってやるわけだ。私はそういうその普遍的な価値を求めていくっていう時には、法というものをやっぱり超えていくっていう一面があるんだろうと思います。で、本来法はそれを実現するものでなきゃいけないんですよ。法はむしろ、法はこの普遍的な価値を実現していくためのものであるはずなんです。日本の憲法ってまさにそうでしょと私は思うね。平和を守るとかね、人権を守るとかっていうね、そのための法律を。だけどそれがいろいろこう変えられていく。私時々思いますけど、日本の憲法改正とかってね、自民党が一生懸命やろうとする、自公はこういうようなこと考えると、立憲民主党とか、あるいは維新の党がどうのこうのとかって言って、でこの憲法改正どうするかって時々言ってるけど、日本の憲法もう変わってる。解釈によって変えられてますよ、随分と。と私は思ってるんですけど、まあ、とにかく私たちのその行為の動機、そして聖なる望み、イグナチオが言う神から背中を押されてこれをしたいっていうのは、普遍的な価値を求めるっていう、そのことなんだろうと私は思うんです。それがどれくらいできるかどうかってもちょっと分かりませんけど、ただ1,2,3,4,5って常につきまとってます、私たちの中に。どうやって考えたってね、損か得かでやっぱりね、動くときが多分ね、財務の人たちはやっぱり損か得かで考えるでしょうし、人事の人は良い子悪い子で考えるかもしれないけども、しかし、まあ、これ冗談ですよ、もちろんね、冗談。普遍的な価値っていうものを実現していくっていうこと、そこに押されて物事を決めていくっていうことができたら、これほど素晴らしいことはないね。そういったところで私たちはこの望みっていうものを考えていくっていうのが大事だし、実はこれイエズス会教育の中でも
より大いなる望みっていうのを抱きなさいっていうことをマジスっていうわけだから、マジスっていうマジスの心を持てっていう時に、より得になるようなことを考えようぜとは言ってないわけですよ。普遍的な価値を目指していくっていうね、そういったことなんでしょうね。それでですね、そういったことを望んでいきながら、まあそんなことが どこまで実現できるかわからないですけれども、イグナチオっていうのはそういった望みというものを持って生きていくっていうことを大事にしながら、最後の最後はここに至るんですよ。自己を捧げる祈りに至るんですね。これはね、ここが究極なんだろうなと私は思ったんですけど、主よ、私の自由をあなたに捧げます。私の記憶、知恵、意思を皆受け入れてください。私のものはすべてあなたからのものです。今すべてをあなたに捧げ、御旨に委ねます。私にあなたの愛と恵みを与えてください。私はそれだけで満たされます。それ以上何にも望みませんっていうんです。これがね、彼がね、祈る祈りなんです。これが、霊想の最後に出てくるね、祈りなんですけど、実はこの祈りに最近私は非常に心打たれて、なぜかというと、ブリットーさんっていうね、シムさんが亡くなられたね、1月5日かな。で、その葬儀ミサが行われて、そしてその時、この喪主の喪主をやっている、喪主だった石神井修道院の院長、今、瀬本シムさんなんですけど、彼が喪主としての挨拶をなさった。で、その時に、このブリットさんのことを、まあ、いろいろと語って、最後にこの祈りを彼の祈りですと言って唱えたんですよ、彼が。ブリットさんは脳梗塞を患って、そこから言葉を失うんですね。そして言葉を失うがゆえに、ある意味でいろんなものを奪われていった。しかも彼、言語学者でした。そして、言葉にものすごい興味があった人です。日本語を勉強するときに、神学院のテレビ室で、ホームドラマを一生懸命見ながら、日本の家庭のドラマを見ながら、一生懸命わからない言葉、初めて聞く言葉というものを必ずメモしてた人です。そして、コンピューター言語もそうです。コンピューターがここで導入されて、いろんなもので手引きを作ったのは彼でした。で、それほどに人の言葉、コンピューターの言葉、もうあらゆる言葉、そしてクロアチアの学会で研究発表をして、そしてその帰りの飛行機の中で脳梗塞を起こして、すべてを失ったというか、言葉を失ったね。そこからあらゆるものを失っていったというふうに言っても、その姿をそのセモス・シムさん見て、このイグナチオの祈りを彼のために唱えたんですよね。だから、自由をあなたに捧げる、記憶も知恵も意思もみんな受け入れてくださいって言うの。私はこれで、ああ、そうか、うちの神父さんたちがみんなわけわからないなって、お前、何って1分の間に3回同じ質問をするっていうのも、記憶を捧げたねと。神様に記憶をもう捧げたね。知恵も捧げたね。意思も全部捧げたんだよね。取ってくださいっていうね、このね、ラテン語のススチペっていうふうに書いてある、この祈りは英語なんかではススチペっていうふうに言うんですけど、それは取って受け取ってください、取って受け入れてくださいっていう意味なんですって。取る、テイクっていう意味なんです。取る。で、ああ、もう神様取ってっていう意味でしょ。そうすると、私たちがもうすべて記憶も知恵も意志も自由ももう取ってくださいっていうふうに祈るんだ、最後は。ここのところになんかすっごいこの深さを感じて、今私は毎日これを唱えます。で、これが私の年の取り方になっていくんだなと思ったら、先輩たちが本当にもう記憶も失せ、知恵も失せ、っていうね、そういう姿は、あ、この祈りなんだよねと最近思うようになりました。まあ、皆さんももし年老いたね、お父さんお母さんがいたりね、した時に
この祈りをやっぱり思い出し、自分のためにも祈ったらいいなと私は思いましたけど、まあ、望むっていうこと、望みっていうものが私たちの人生にとっても大きな意味を持つけれども、まあ、最後はそういった形になっていくんだろうねということで話を終えたいと思います。はい、どうもありがとうございました。今日はそこまでにしましょう。